はい、どうもレイトです。さあ本日は岐阜県下呂市に来ております。今日はですね、下呂温泉にやってきました。僕ね、よくね YouTube で下呂温泉の旅館に泊まってるんですけど、今日もね、下呂温泉旅館に泊まります。僕もね初めて泊まる山形屋さんです。いや楽しみですね。それでは行きましょう、レッツゴー。はい、山形屋のこの駐車場から見える景色、川が美しいですね。はい、そちらがね山形屋さんです。はい、よし、じゃあ行ってきましょうか。はい、ここがねロビーです。いいですね。あれ、ちょうどね3月ということでひな人形が飾られております。あ、いいですね。はい、お部屋に着きました。8階ですね。どーんと、雰囲気いいですね。こっちがね洗面所です。結構老舗旅館なんですけども、リニューアルしてますね。結構この扉とか、うん、新しい感じがしますよね。お手洗いとか、はい、一応ね温泉なんで使わないんですけど、お風呂もこんな感じ。はい、よくあるタイプのお風呂ですね。さあ、じゃあお部屋の方入ります。ドーンと、あー、いいですね。あ、おしゃれですね。この障子の雰囲気とか、全部白じゃなくて1点だけこうね模様が入ってます。はい、ちょっと逆光で模様見えないですね。ドーンと、うわ、めちゃくちゃ景色いい。すごっ、こんないい場所なんだ。うわすごい、川を見渡せますし、はい、下呂温泉街も見えますね。うわー、いい。あっちにね下呂温泉の噴泉地があります。足湯があるところなんですけど、あ、アップしてわかる、にぎわってますね結構。はい、そんな場所です。いや、いい旅館ですね。ここのね山形屋さんはね比較的安く泊まれます。1万円台で泊まれる旅館なんですけども、お部屋の感じとかいいですね。ちょっとねこの館内をね探索してきます。はい、今ねエレベーター待ちです。やっぱり、ね、リニューアルしてる感じがしますね。トイレの扉の感じとか、はい。そしてこれは下呂温泉街側ですね。この場所にあります。結構市街から近いので、歩いてね下呂温泉街を回ることができます。あっちの方がねメインなので、うん、気軽に散歩しやすい場所にねこの旅館はあります。はい、ここがね卓球場です。あそこにあるのがお食事どころかな。で、なんか懐かしい感じのビールのポスターがありますね。昭和なのかこれは。はい、すいません、僕は平成生まれなので詳しくないんですけど、昭和のね女優さんを使ってるんですかね。はい、知ってる方コメントお願いいたします。あれはなんだ、あ、カップヌードルだ。カップヌードルのポスターがあるね。へえ。はい、自販機があったり、男性用の浴衣がここに置いてありますね。ここは別館ですね。ここからお、なんか高級そうな雰囲気。お、このエリアはなんかお高そうな部屋な感じがします。そう、ここの山形屋さんはね3館あるのかな。3つ建物があって、それがね全部ねこんな感じでつながっております。
はい、山形屋さんから今外を出まして、少しね散歩していきます。お、アゲインっていうバーがありますね。はい、あ、サラシナさんっていうねお店があります。サラシナといえばね、岐阜市にあるお蕎麦屋さんをね思い出しますけども、ここは中華屋さんですね。餃子って書いてあるんで、餃子とかラーメンを販売してると思います。いいですね、この裏路地感。あんまりこの辺通ったことないので、はい、ちょっと探索していきます。すごい猿がいました。あれ野生なんすかね、見えるかな、ここ。あそこです、お猿さん。え、野生ペット、どっちなんだろう。はい、この下呂温泉街のね家のところにいるんですけど、野生っぽいっすね。さすが下呂温泉街、山がね周りにあるので、お猿さんが食事を取りに降りてきたのかな。あの、もし見かけたら襲われないように皆さん気をつけてください。こうね下呂温泉街来ると新しい店とかありますね。これ多分前なかったですね、けいちゃんの店。すごい。そしてゲロカリーパンですね。あれも数年前にできたのかな。隣の仁太郎さんもね最近できました。はい、夢菓子堂なんですけど、ここね前ゲロゲロバタースタンドの系列のなんかいろいろスイーツとかねソフトクリームとか食べられるお店だったんですけど、今ね化粧品のお店になってます。ゲロ夢菓子堂って、なんかここインスタ映えスポットですね。でここはね営業日はなんか温泉が湧いてるのかな、ここで温泉触れると思うんですけど、今日はお休みです。はい、いろいろね化粧関係が売ってますので、ぜひ気になる方覗いてみてください。はい、いつもね酔っちゃうこのゲロゲロバタースタンドで、またねラムレーズンを買っちゃいました。これめっちゃうまいんですよ。ではいただきます。ではいただきます、ラムレーズン。うん、うん、まこのね濃厚なバターがねうまいんですよ。うん、これね一度食べたらねもう皆さんもね虜になっちゃいますよ。夜たびに食べたくなる、そんな味です。はい、ここはねカエル神社です。無事にね旅行から帰れるようにねお祈りできる神社です。下にはねカエルがいます。はい、こういうのもね可愛くておしゃれですよね。日高街道っていうさっきのところを戻ってきたんですけども、まだねお猿さんはいるかな。さっきあそこにいたんですけど、あ、いなくなってる。やっぱり野生のお猿さんでしたね。はい、いない。あ、いた、上にいました。あそこです。うわ野生のお猿さん、さっきよりでかい。うわ、いますね、お猿さんが。さっきそこの店員さんに聞いたらね8匹ぐらいいたそうです。あんまりこうね猿がここまで降りてくることはないらしいんですけども、なんか今日はねすごくいるそうです。あ、2匹いる。はい、今から旅館に戻ります。映像的にはね猿がたくさんいて面白かったんですけど、まあちょっと危ないのでね、旅館に戻ります。僕ね YouTube 撮っててこういうことよくあってね、前ねあの中津川の山の奥にあるねランプの宿泊まった時もカモシカをね3匹見たんですよ。一度に3匹見るの珍しいってねそこの宿の方も言ってて、今回も普段こんな猿ね降りてくることないのに珍しくねめちゃくちゃ来ているらしいです。はい、なんで皆さんもし下呂温泉街で猿を見つけた時はお気をつけて、多分そんなないと思うけど。はい、ということで今からね温泉に行ってきます。もうすぐね夜ご飯なので、いつも僕ねこうやって温泉旅館行った時ご飯の前にね温泉に入りたいので行ってきます。はい、こちらが大浴場です。行ってきます。いい湯でした。入った瞬間ね、あ、
これが下呂温泉だと思える泉質で、化粧水のような触り心地でね、気持ちよかったです。男性風呂の方は、内風呂、大きなね内風呂が一つと露天風呂がね一つずつあるという、なんかね昔ながらの雰囲気の大浴場でございました。個人的に嬉しいポイントはね、脱衣所のところにね水があると僕嬉しいんですよ。気軽に飲める水があると嬉しいんですけど、ここの山形屋さんは水が置いてありましたので、いや個人的にはね嬉しかったです。はい、ということでもうすぐね夜ご飯です。楽しみ。着きました。ここがね会場です。おしゃれ。はい、こちらがね夜ご飯です。おしゃれ。食前酒、梅酒、そしてかぼちゃのクリーム茶巾ですかね、いろいろ豪華なラインナップになっております。カレーの西京焼きと、こちら蒸し物です。ごちそうさまでした。腹いっぱい。はい、今回のお食事の会場は大広間で、周りにね他のお客さんがいたので、いつもみたいにね食レポとかねできなかったです。なんでね、ご飯だけを写した動画をねお届けしたんですけども、いろんなね食材が食べられてね美味しかったです。はい、でもね結構ね腹いっぱいになりました。ご飯はねおかわり自由で、1回しかねおかわりしてないんですけども、だいぶね腹いっぱいになりました。でね、ここのね温泉の泉質がいいのか、今めちゃくちゃ眠い。結構泉質のいいね温泉に入るとね睡魔がバッてくるんですけど、今ねすっごい眠いので今日はね早く寝そうです。ただねもう一回温泉行きたいので、こういった温泉旅館泊まった時に食事前に1回と食後に1回はね入りたいので、ちょっとゆっくりしたらもう一回ね温泉行ってきます。はい、今ね休憩してたんですけども、ドーンと音がしてね、外を見に来たら花火が上がってます。すごい。この冬の時期に花火を見るとは思わなかったです。綺麗。よかった。もうそろそろ風呂行こうかなと思ってたんですけど、風呂行ってたらこの花火見れなかったですね。はい、夜のね花火も見ましたし、今から2回目のね温泉に行ってきます。なんかね眠気がねちょっと冷めてきたので、もう一回温泉に入ってね、もう一回ね眠気をね起こそうかなと思います。いい湯でした。やっぱりここ泉質がいいですね。ということで風呂上がりのアイスを食べます。あとね一人一本ね無料でもらえるということで、これねホームランバーって書いてありました。なんか懐かしいな。子供の頃ね、駄菓子屋で食べた覚えがある。ホームランバーです。いただきます。冷たい。僕ね、知覚過敏なんでね、ガブっていけないんですよ。ガブっていったら歯に染みるんで。はい、ちょっとずつ舐めながら食べていきます。いや、でもこういうサービス嬉しいですね。はい、今ね、ベッドで横たわってるんですけど、もうだいぶね、眠くなってきたので寝ます。明日は朝風呂行ってね、朝ごはんが楽しみですね。ではおやすみなさい。おはようございます。起きました。はい、本当の寝起きなんですけども、今からね朝風呂行ってきます。朝のね下呂温泉街です。ちょっと曇ってますね。で今日は寒い。はい、結構冷えてます。朝風呂気持ちかった。いや、朝から温泉入れるの幸せですね。はい。めちゃくちゃ人いましたね。僕、こういった温泉旅館ね、何度か泊まったことあるんですけど、結構人がいました。アパホテルの大浴場ぐらい人がいて、今日はね、結構たくさんの人が泊まりに来てんだなと思いましたね。はい。ということで、今から朝ごはん行ってきます。はい。朝ごはん。こちらが朝ごはんです。いいですね。
ザ日本の朝食って感じがします。ごちそうさまでした。いや、朝食の会場行ったらね、すっごい人がいました。あ、こんなに今日ね泊まってたんだってね、びっくりしたんですけども、なんか大広間みたいなところで、なんかテーブルがねたくさん置いてあってね、お食事をしました。周りにたくさん人がいたので食レポがねちょっと難しかったんですけど、やっぱ下呂温泉の朝食は朴葉味噌が絶対食べたくなりますよね。あると嬉しいです。はい、この後ね部屋でゆっくりしてチェックアウトします。はい、チェックアウトします。あっという間でしたね。なんかねチェックアウトする瞬間はね寂しいんですけども、チェックアウトした後ねちょっと下呂温泉街をね回ろうかなと思います。はい、チェックアウトしました。山形屋さんのね温泉の泉質めちゃくちゃ良かったですね。はい、ちょっとね今からね朝の下呂温泉街を散歩します。その様子をね皆様にお届けします。はい、前ね下呂温泉噴泉地行った時に見たね絵なんですけども、はい、ここねレストランですね。あっちの河原沿いにある噴泉地からね見えるんですよ、この景色が。でずっと気になってて、今日ねやっと来ることができました。桜っていうレストラン、はい、バーにはなるんですね、夜には。はい、そんなお店です。今からこの階段を登って上まで行きます。上にね結構お店がね並んでるんですよ。はい、いいですね、こういった勾配のある階段って温泉街って感じがする。静岡の熱海とかさ、こういう階段多いですよね。はい、昨日開いてなかった夢かし堂が開いてますね。あ、ちゃんとお湯が出てます。すごい、あ、あったかい、なんかすべすべしますねこれ。あ、すごい気持ちいい。はい、こんなお店です。こういったボディーソープとかバスボムとかタオルとかハンドフェイスクリーム、バスミルクとか、なんかいろいろ美容系お風呂グッズが置いてありますね。はい、すごい。はい、またゲロゲロバタースタンドによって買っちゃいました、バターサンド。今日はね黒ごまきな粉です。はい、初めてですね僕頼むの。あー、黒ごまきのこも美味しいですね。このベースのねバターがねめっちゃ美味しいので、どれも美味しいと思う。いや、ぜひね皆さんも寄った時はね食べてみてください。森の小道、ここではねトトロと一緒に写真が撮れます。はい、トトロです。はい、ここは下呂温泉前バス停です。いいですね、ここにはねジブリグッズがね販売しております。いやー、いいっすね。ジブリ作品はね誰もがね一つはね見たことあると思うので、なんか心がキュッとなる感覚、こうジブリのこうトトロとか見るとね、千と千尋とか見るとそんな感じがします。はい、ここはね昨日ね猿がいたエリアです。昨日ここ覗いたら2匹ぐらいいたんですけど、もういないですね、さすがに山に帰っちゃいましたね。はい、あの昨日はすごいね珍しい光景を見ることができました。なんか僕こう動画を回してる時にね面白い絵が撮れること多くて、昨日みたいに猿がね大量発生したりとか、あと花火も上がってましたよね昨日。下呂温泉で土日とかはねよく花火が上がるんですけど、何もない平日にね、多分あれホテル草壁アルメリアの花火かな、見ることができたんですけども、偶然ですよね。あのお部屋だし、昨日泊まったね山形屋のあの立地だからこそ見える花火でしたね。はい、ということで今から帰るんですけども、まずね温泉旅館の山形屋さん、いいですね、泉質がめちゃくちゃ良かったです。で比較的ねリーズナブルの値段で泊まることができますので、ぜひねあの下呂温泉来た時の泊まる旅館の選択肢の一つにね入れていただければなとは思います。
で、下呂温泉街もいいですね。もう僕2日連続でゲロゲロバタースタンドのね、バターサンドを食べちゃったんですけども、やっぱあれ美味しいんですよね。ついつい近く寄ったらね、食べたくなっちゃう、そんなね味なので、ぜひね皆さんも食べてみてください。いやにしても面白い絵が撮れましたね。花火が上がったりとか、お猿さんに遭遇したりとか。あの僕下呂温泉街、あの今までもう 2,30 回は来てると思うんですけど、猿に遭遇したのは初めてですね。うん、珍しいと思います。ぜひね、皆さんもそんな下呂温泉街に、そして下呂温泉に泊まりに来てみてください。僕のチャンネルはこのように岐阜のグルメや岐阜のスポットを紹介しております。不定期更新なので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では皆様、また次の動画でお会いしましょう。またねー。